拳銃は手を頬に当てながら黙って殴られていましたが、とうとう周りがみんな真っ青に見えてよろよろしてしまいました。すると平次も少し気味が悪くなったと見えて、急いで腕を組んでのしりのしりと霧の中へ歩いて行ってしまいました。さて拳銃はその秋チブスにかかって死にました。平次もちょうどその10日ばかり前にやっぱりその病気で死んでいました。ところがそんなことには一向かまわず、林にはやはり毎日毎日子供らが集まりました。お話はずんずん急ぎます。次の年その